アマレスニュース。本日も2023年アジア選手権の結果速報をお伝えします。まずは女子 53kg 級、藤波朱理選手、金メダル獲得しました。おめでとうございます。第1ピリオド、相手をガブってからバックを取って2ポイント、そしてさらに返して2ポイントでいきなり4ポイント獲得します。そして足を取ってさらに2ポイント獲得し、アンクルホールドで2ポイントで一気に8ポイント、そして最後は腕取りからのバックで2ポイントで、第1ピリオドテクニカルフォールで見事金メダル獲得しました。今大会で吉田沙保里さんの連勝記録119連勝と並びました。インタビューで本人的には、連勝記録はそんなに意識はしていないけど、言っていただけるのは光栄です、これからも強くなることを意識して頑張っていきますと、そのようにコメントしておりました。しかも今大会は得意の低いタックルを使わずに、練習してきた技を中心に試合をしていたみたいです。そして試合後にウイニングランをしなかった理由については、昨年の世界選手権は怪我で欠場になってしまったので、今年の世界選手権で優勝してウイニングランをするために楽しみにとっておきますとコメントしておりました。今後の活躍ぶり非常に楽しみにしております。続いて女子 57kg 級、南條紗英選手、金メダル獲得しました。おめでとうございます。第1ピリオド、南條選手まず相手をガブってバックを取って2ポイント、そしてローリングで2ポイント、さらに返して2ポイント、さらに2ポイントと一気に8ポイント獲得します。そしてその後タックルを決めますが、相手にタックル返しで4ポイント返されてしまい8対4。しかし冷静に対処し、最後は腕取り固めで第1ピリオド見事フォール勝ち。圧倒的な強さで南條選手金メダル獲得しました。試合後のインタビューでは、この T という、おそらく所属している東進重建さんの T だと思います。つい先日東進重建所属の土性沙羅さんも引退されたので、今後は南條選手がこの東進重建レスリング部を支えていくと思います。そしてパリオリンピックに向けて素晴らしい強さを見せつけました。女子 62kg 級、尾崎野乃香選手、銅メダル獲得しました。おめでとうございます。準決勝で世界女王を愛するチニベカー選手と4度目の対決となりました。第1ピリオドから尾崎選手タックルを仕掛けに行きますが、チニベカー選手に逆に返されてしまい2ポイント取られてしまいます。そして一進一退の攻防の中、第2ピリオド2対1の状態で、ラスト40秒尾崎選手のタックルでそのまま場外に行き、1ポイント返し2対2。しかしビッグポイントの差でチニベカー選手優勢。そして最後の最後まで尾崎選手タックルを仕掛け、もうちょっとでバック取れるというところで試合終了となり、2対2同点、僅差で愛するチニベカー選手に惜しくも敗れてしまいました。しかし3位決定戦は第1ピリオドわずか40秒で相手を抑え込み、フォール勝ちという驚異的な強さを見せつけました。明治杯に向けて気合十分の試合だったと思います。続いて女子 65kg 級、吉武真宏選手、銀メダル獲得しました。おめでとうございます。第2ピリオドに入っても1対0という一進一退の攻防の中、吉武選手のタックルが決まり2ポイント獲得し、3対0とリードします。しかし相手選手にバックを取られ、ローリングを返され、さらにもう1回返されてしまい5対3と逆転されてしまいます。ラスト10秒逆転のタックルが決まったと思ったんですが、切られてしまい試合終了。5対3で吉武選手金メダル獲得ならず、非常に惜しい試合となってしまいました。見応えのある素晴らしい戦いぶりでした。続いて女子 72kg 級、新倉すみれ選手、銀メダル獲得です。おめでとうございます。新倉選手の試合も第2ピリオドに入って1対0と接戦の中、相手がタックルに入ったところ、新倉選手もタックルを切って相手をひっくり返そうとします。しかし相手に乗られてしまい2ポイント取られ3対1。そしてラスト30秒、もう一度相手にタックルをされてしまい、新倉選手ひっくり返して大逆転を狙いますが、また相手に倒されてしまい2ポイント取られ5対1。そしてそのまま試合終了となり、新倉選手決勝戦惜しくも敗れてしまいました。しかし最後まで諦めない新倉選手もとても素晴らしかったです。女子の選手の皆さん、お疲れ様でした。今日からはいよいよ男子フリースタイルの試合が始まります。皆さんも一緒に応援しましょう。ありがとうございました。